めいっぱいストライク。ワイドワン。第3球を投げた、打った、これはヒットになります。二塁ランナー三塁蹴ってホームへ、ボールは中継、イーグルス。点差を2点に縮めました。中村タイムリーツーベース。バッターはトップに帰って渡辺、直球外れました。さあ次の投球です。打った、これはショート、ファーストへ送り、アウト。4回が終わって4対2、篠田、この回さらに1点を失っています。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは4番栗原。低め際どい、おノーストライク、ワンボール。ワンボールから投げました、インサイドついてボール。第3球を投げました、変化球ストライク、インローへ。投げました、打ちました、ボールは後ろ、ファウルボール。次は5球目、投げました、見逃しの三振。バッターは5番シーボル、今日3打席目。投げました、変化球ストライク、アウトローへ。投げました、アウトコースをつけた、ヒット、ボールは中継。さあワンアウトからのランナーが出ました。6番指名打者前、インローを攻めてボール、打った、ファウル。十分ご注意ください。打ちました、ファウルボール。打った、詰まった打球、中村前に出る、取りました、ボールは中継。右バッターボックスは7番石原、ここでヒットが出れば先発全員安打達成です。おシュート外れました、わずかに内側。さあ2球目、シュート打った、取って、これで3アウトチェンジ。一塁ランナーシーボル残塁に終わりました。5回の表が終わって4対2、カープ無得点で終了です。イーグルス、この回は2番からの高打順です。先頭バッターは2番高須。ワンボールから第2球を投げた、ワンエンドワンから投げました、アウトコース高めいっぱい、ストライク。投げました、ストレート、空振り三振。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。投げました、スライダー決まってワンナッシング。投げました、チェンジアップはボール低め。投げました、ボール高め、わずかに外れた。投げました、高い球打ちました、バックネット方向、ファウル。打ちました、ファースト掴んだ、一塁キャンバス踏んでアウト。そして右バッターボックスには関野、今日3打席目。さあ初球打った、ショート掴んだ、一塁へ、アウト。これで3アウト。最後はショートゴロに打ち取られました。前半終わって4対2、カープ2点リードは変わりません。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは8番国防。第1球を投げた、スライダーボール、まずは外角。さあ次の投球です。膝元変化球ストライク、フォークボールを使ってきました。さあ3球目、アウトコース低めいっぱい、ストライク。2エンド1と追い込んでいます。2エンド1から投げた、打った、関野、ボールを取った、一塁踏んでアウト、ワンアウトです。バッターボックスはラストバッター天谷、これが3打席目になります。第1球を投げた、変化球ストライク、インローへ、キレのある変化球。投げた、シュート決まった、ストライク。追い込んでから第3球を投げた、おっと打ち上げた、切れました、ファウル。第4球を投げました、打った、引っ張った、ライト前ヒット、ボールは中継、天谷ツーベース。ワンアウトランナー2塁に変わります。ここでバッターボックスは東出、これが4打席目になります。投げました、内角際どいボール、
投げました。流し打ち、どうだ、ヒット、ボールは中継、バックホームしてどうだ、タープ、さらに1点追加、東出、レフト線へのタイムリーヒット、ワンアウトランナー一塁に変わります。ここまで2安打の赤松、セーフ、一塁牽制球を送ります。投げました、外角際どい球、ボール、一塁へ牽制球を送ります。セーフ、初球ボールから投げました、ストライク、膝元厳しいところ、シュートを使ってきました、一塁牽制、セーフ、もう一回第3球を投げた、掴みました、東出、ハーフウェイから一塁に戻ります。バッターはベテラン島、ここまで1安打、一塁へ1つ牽制球を送りました、セーフ、第1球を投げた、低め際どい球、ボール、さあ次の投球です、内角際どい球、ボール、第3球を投げた、アウトコースわずかに外れて、ボール、スライダー決まってストライク、ワンスリー、打ちました、ピッチャー取った、一塁送球、アウト。6回の表が終わって5対2、カープこの回1点を加えています。ここでタイムを取りました。篠田、マウンドを降りまして梅津、今日2人目のピッチャーとして登板です。これからイーグルスの攻撃に変わります。先頭バッターは DH 山崎、今日3打席目、投げた、低い球打ちました、ファウル、ツーナッシングから投げた、スライダー、空振り三振、見事なピッチング、初球打ち流した、ファールボール、初球ファールから投げました、シンカー打った、取りました、リック、レフトライナーに終わりました。左バッターボックスは7番鉄平、シンカー見送ってストライク、ワンナッシング、1球目ストライクから投げました、打ちました、左中間へのヒット、鉄平ツーベースヒット、バッターは8番藤井、投げました、直球も、これはわずかに低いか、投げました、外のボール球打った、切れていきます、ファウル、第3球を投げました、打った、ボールは後ろ、ファウルボール、第4球を投げた、打った、取りました、これで3アウト、2塁ランナー徹底残塁に終わりました。6回が終わって5対2、カープ3点リードは変わりません。ここで怪我を負った選手の情報が入ってきました。岩隈、肘の痛みを訴えて現在治療を受けているようです。ここは大事を取って交代するようです。ここでタイムがかかります。ラズナー、ピッチャー負傷により急遽マウンドに上がります。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは4番栗原、ここまでヒットは1本、打った、ショートボールを掴んだ、一塁に送る、アウト、ワンアウト、今日2本のヒットを放っているシーボル、第1球を投げた、さあ2球目、これは見送ってボール、投げた、打ちました、サードボールを掴んだ、ファーストへ、アウト、左バッターボックスは6番前田、今日はヒットが1本、第1球を投げた、アウトコース低めストライク、初球まずは入れてきました、投げました、打った、中村掴んだ、ファーストへ送る、アウト、3アウトです。最後はサードゴロに倒れました。7回表が終了して5対2、カープこの回の攻撃は0で終わっています。7回の裏、楽天ラッキーセブンの攻撃、先頭バッターは9番中村、1球目ボールから投げました、低めわずかに外れてボール、ロツーから投げました、スライダーボール、内角へ投げました、
真ん中ストライク。ここは1球見ます。スライダーを使ってきました。際どい球選んでフォアボール。先頭バッターを出してしまいました。ここまで2安打の渡辺。第1球を投げました。低めギリギリいっぱい、ストライク。まずは初球決めてきました。スライダーはストライク、2ストライクノーボール。投球3球目、開脚スライダー見逃し三振。ナイスピッチング。これでワンアウト、ランナーは一塁変わります。バッターは2番高橋。ここまで1安打。一塁牽制球を送ります。セーフ。打った、ライト前に出る。掴みました。中村ハーフウェイから一塁に戻ります。右バッターボックスは3番中村、今日4打席目。見送ってボール、初球スライダー。ワンボールから投げた、打ちました。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー中村残塁に終わりました。7回が終わって5対2、楽天ラッキーセブンは無得点で終わりました。これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターは石原、これが4打席目になります。直球ストライク、外角高め、まっすぐできました。投げました、ストレート見送ってボール。投球3球目、打った中村、ボールを掴んだ、一塁転送アウト。石原、これで4打席連続ノーヒット。右バッターボックスは8番小久保、今日4打席目。第1球を投げました、打った、レフト前進、ボールは中継。さあワンアウトからのランナーが出ました。第1球を投げました、高めの球ボール。一塁へ牽制球を送ります。セーフ。第2球を投げました、カーブ決まった、ストライク。速球空振り。次は4球目、直球見送ってボール、これも高め。投げました、アウト、空振り三振。完全に振り遅れました。第1球を投げました、第2球を投げた、打った、渡辺取った、セカンドへ、二塁フォースアウト。一塁ランナー小久保残塁に終わりました。8回の表が終わって5対2、カープこの回0点に終わっています。ここでタイムです。梅津マウンドを降りまして、横山今日3番手としてマウンドに上がります。これからイーグルスの攻撃に変わります。この回の先頭バッターは関野、今度は左バッターボックス、ストライク。岡本厳しい球、第2球を投げた、フルスイング空振り。バッター追い込まれました。インコース詰まらせた、ファウル。次は4球目、かぶった、右中間へ大きい当たり、打球がそのまま伸びていく、ライトセンター見送った、ホームランだ、ホームラン、ホームランです。ソロホームラン、右中間スタンドに突き刺さった。バッターは DH の山崎、ここまでヒットがありません。アウトコースの変化球ストライク、初球まずは入れてきました。第2球を投げた、お、ストレート外れました、際どいところ。第3球を投げました、打ちました、バックネット方向、ファウル。ツーエンドワンから投げました、打ちました、バットの先ふわっと上がって、どうだ、落ちるか、甘や前進、ボールは中継。山崎初安打、今日2本のヒットを放っているリック、膝元変化球ストライク。第2球を投げました、打ちました、バットの先っぽ、セカンド取った、二塁へ、セカンドフォースアウト、一塁へ、アウト、ゲッツー、狙い通りのゲッツー。バッターは7番鉄平、ここまでヒットは1本。さあ1球目、インコース高め、直球外れてボール。第2球を投げました、ストライク、膝元厳しいボール。第3球を投げました、変化球打ち上げてしまいました、落下点に入った、掴んで、これで3アウトになります。8回が終わって5対3、逆転、あと2点を追いかけます。さあ
いよいよ9回に入ります。ここまで2安打の赤松、第1球を投げた。さあ次の投球です。ボン、赤松集中しています。打ってから平凡な当たり、高須ボールを取った。一塁送球アウト、ワンアウトです。左バッターボックスは3番島、ライト島。第1球を投げた。ボール1から投げた、ストライク。胸元厳しい球。さあ3球目、インコースわずかに外れてボール。ワンエンド2から投げた、アウトサイド。判定はボール。投げた、打ちました、右中間へ。どうだ、入るか入るか、フェンスダイレクト。打ったバッター一気に二塁へ向かう。セーフ、島、フェンスダイレクトのツーベース。ワンアウトランナー二塁に変わります。右バッターボックスは4番栗原、今日はヒットが1本。引っ張った、取りました。島飛び出している。今日2本のヒットを放っているシーボル。さあ1球目、ゴー、外れました。さあ次の投球です。アウトロー変化球ストライク、変化球ストライク。アウトローへカーブを使ってきました。2エンドは第4球を投げました。インコース詰まった、キャッチャー構えた、ファールグラウンドで取りました。二塁ランナー島残塁に終わりました。9回の表が終了して5対3カープ、この回の攻撃は0で終わっています。ここでタイムを取りました。横山降板、長川今日4人目のピッチャーとして登板です。代わりまして長川、ピッチャー長川。さあここは守備を変えてくるようです。9回の裏2点を追いかけます。イーグルスの攻撃、ここまで2安打の藤井、投げました。アウトコース低めいっぱい、ストライク。さあ次の投球です。これはちょっと抜けました、外角高め外れて、ワンエンドワン。投げました、打った、セカンド取って一塁を送る、アウト。